台風が来てるな。こんにちは、平山茂です。今日は9月17日金曜日でございます。現在時刻はお昼2時50分。さあ、皆様、本日もお仕事という方、学校だったという方、もう家に帰ってきましたか？本当にお疲れ様でした。まだお仕事中という方は、あとちょっと頑張ってください。ちょっと休憩中に見てるという方も、あとちょっと頑張りましょう。もう金曜日です、ね、明日明後日お休みという方は、ちょっとね、あの台風も近づいてきてますから、しっかりちょっとね備えたり、なんか、まあ、あんましないかもしれませんけども、こうなんかね、トン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 ってなんか家が飛ばされないようにするっていう人もいるかもしれません。本当に、まあちょっとね、どれぐらい強い台風なのかっていうのはよくわからないんですけども、まあ、とにかく雨はたくさん降るだろうということなので、ただ名古屋はねまだ降ってませんけども、夜には本降りになるというような感じでございます。皆様、ご無事を祈ります。はい、本当に今日は一日お疲れ様でした。いや、ちょっと昨日はですね、皆様非常に驚かれたんじゃないかなと。まあちょっとね、たまに私自身変な、取り憑かれてるとは思ってないんですけども、まあ意識としてはですねあるんです。ただ出てくるんです、たまに。久しぶりにちょっとね出てきたので、まあ結構疲れが溜まってると、そういう なんて言うんでしょうね、もう一人の自分って言ったらいいんでしょうか、ちょっと出てきちゃうんですけど、ちょっとまあ見苦しかったという方もいらっしゃるかもしれませんが、あれはリアルです。フィクションではございません。フィクションです。さあ、ちょっと長々と喋りましたが、今日はですね、この後、先日行った、ドライブ企画ですね、お友達とドライブ行った、企画の動画がですね編集終わりました。なのでこの後アップしたいと思いますので、ぜひそちらご覧ください。告知も含みますけれども。まあとにかく皆様、大丈夫ですから。大丈夫ですからね。大丈夫ですよ。本当に大丈夫ですからね。本当に、本当に、本当に大丈夫ですから。安心してください。大丈夫なので。はい。というわけで、良い週末を。送ってくださいね。平山茂でした。ではまた明日。明日も僕は現れます。あなたの前に、あなたの手のひらに現れます。ということで、また明日お会いしましょう。平山茂でした。おやすみなさい。